吉本直文は、日本の実業家。元藤沙市株式会社代表取締役社長。奈良県出身。1971年大阪市立大学小学部、卒業、藤沙市工業入社。2002年藤沙市、執行役員管理本部企画部長。2003年藤沙市取締役。2004年藤沙市常務執行役員管理本部長、県企画部長。 2006年富士市常務執行役員営業統括本部長2007年富士市専務執行役員社長補佐2009年から富士市代表取締役社長を務めフィリピンやマレーシアの海外主会社への生産移管などの経営合理化策を進めた2011年富士市取締役相談役2012年富士市相談役 新社長藤崎吉本直文氏読売新聞2009年5月15日藤崎社長に吉本直文氏に刊工業新聞2009年5月15日5時藤崎市第30期有価証券報告書平成23年3月31日藤崎市海外で形材生産開始産業新聞2010年11月12日藤崎市 海外に一部生産移転イコールビル用、サ子シ産業新聞、2010年5月14日、藤サ社長に、土屋市日本経済新聞2011年2月21日府、人事、藤サッ日本経済新聞、ありがとうございます。